はい、皆さんこんにちは、ギシと申します。本日は競争の番人第9話の紐解き解説をしてまいります。来週の予告映像に最終回って文字がなかったので、おそらく全11話になると思いますので、まあ、言っても最終章に入ってきたなという今回の第9話でございました。本日なんですけれども、全部で6つお話しさせていただきますけれども、まず、本庄はやっぱり味方でしたね。視聴者さんのコメントから見てコメントの中でも、まあ、両方の意見がありました。いや、なんかすごい付け入ってるから、実は東道側なんじゃないですかねみたいな、感じの意見とかもあったんですけれども、まあ大方の予想通り東道といっぱい会っていたっていうのは、東道に付け入ることによって、まあ、証拠を見つけて、まあ、東道をこう、まあ、成敗しようと、捕まえようという形のことを考えていたとのことでございます。でってなった時に、多分私も前半見ていてちょっと気になったのが、言っても東堂と会いすぎじゃねっていうところとかも、まあ、考えてはいたんですけれども、まあ、最後その小勝負と今回東堂事務次官が、まあ、1対1で対峙した時も、もうなんか東堂マジで痕跡残さないんだなっていうのが、まあ分かった。すごい手強いというか、まあもうなんつうの、確信犯として談合をやっている。談合をやった上でやべえバレちゃうって、後からもみ消そうとしてるんじゃなくて、最初からバレないように悪事を働いている形と推測されますので、だから何度会ってもなかなかこう尻尾をつかめないというような形になっていたんじゃないかなというふうに推測がされますので、そこはなんて言うんだろうな、物語の矛盾が生じているとかってことではないのかなというふうに思いました。で、来週の予告映像を見た時に、あ、確かに取りこぼしていたなと思ったのが、東堂っていう人物はこのドラマの中だと、まあ、それこそ小勝負の父親の葬儀の、まあ、第一話の回想シーンの時から含めて、まあ、常にこう、もう明らかにこうドラマの中における、まあ悪い人ですよ感っていう、まあ、ラスボス感っていうのが漂っているじゃないですか。でもなんでじゃあ東堂事務次官はここまで悪事を、働くのかっていうところが、まあ、示されていなかったなと。元は善人だったと思いつつ、じゃあなんでこうなっちゃったのであるとか、まあ、それこそ今は国土交通省の事務次官まで成り上がりましたけれども、一官僚だった時にどうだったのとかってところが、まあ分からないわけなんですけども、来週の予告映像を見てみると、公式ホームページに載っている予告映像を見ていると、なんでここまで談合に取りつかれるのかっていうセリフであるとか、復讐っていうセリフであるとかっていうのが出てきたんですね。なので東堂が談合に取りつかれているのは何かの復讐をするためであるとか、そもそも談合に取り憑かれている、談合って悪いことなんですかみたいなセリフすら言っている状況なので、談合を良きものと考えて、だけれども、まあ、世間的には悪いからもみ消してはいるんだけれども、痕跡は残さないわけだけれども、良かれと思って談合をここまで、やっている、その理由は果たして何なのか、これが多分ね、来週描かれると思うんですよ。ってなった時に、多分全体の写真が見えて、決着が来週の最終回って感じになってくると思うので、まあ、そこは非常に気になるところだなというふうには思いましたね。何ですかね。まあだから多分東堂は東堂で誰かその何か被害を被って、それをもとに談合していくしかないんだっていう感じになったのかな。だからそれこそなんか小勝負の父親もそうですし、今回の要は談合の件もそうですけれども、談合って建設会社の方の談合ね、の件もそうですけれども、ちっちゃい方の建設会社の、なんか仕事が取れないから仕方なく談合にこう加担しているのが小さい建設会社の特徴じゃないですか。でそれができないと建設会社として倒産してしまうっていう、まあ、事象が繰り返されている状態なので、まあ、それこそ東堂自身も何か競争の、だから悪いことだけど、競争の中で何か被害を被って、そこでこう悲しい思いをするぐらいだったら談合してみんなで仕事を回していくのが正解であるというような、まあ思考に何か変わって取り憑かれてしまってるのかなと、そんな感じなのかなと思いますけれども、まあまあそこは私の予想なので、どうなりますかね。ちょっとぜひ皆さんご意見とかありましたらいただければという感じでございます。で来週ね、あと東堂が法案で不正を多分正に変えたいのかなというふうに思ってます。まあ談合にも取り憑かれている状態で、今回もその法案云々ってセリフ出てきておりまして、でも来週その法案が国会の審議にかけられることになるんですよ。で多分その法案を多分通すと、表向きに談合を予期する法案なんてことはもちろん表に出せないと思いますけども、その法案によってそれこそ
談合の捜査がこう官僚に及ばなくなるであるとか、事務次官レベルであれば罪に問われないであるとか、何かしらとにかく自分の談合をこれだけ取り憑かれて何回も何回も談合している状態っていうのを一種正当化する、不正である談合を正に変えるようなのが、その文章の法案 の文の中にこううまく織り交ぜられていて、そうすることによっていろいろと不正を正に変えたいのかなみたいなことを私としては予想しておりますけれども、まあ、どうなりますかって感じですよね。で、一応現時点で私の中では、まあ普通に多分東堂をこのまま来週東堂の過去が描かれて、その上でまあ尻尾つかめない状態をつかむ突破口を見つけて終わって、再来週突破口から突撃していって成敗するっていうのが私の中での規定路線の予想ではあるんですけれども、東堂が談合に使われている理由が何かしらの復讐、詰まるところ東堂にとって怨念がある相手がいるわけなんですよね。ってなった時に、それがラスボスになる可能性もゼロではないのかなと。だけども小日向文世さんっていう超名優で、だいたいキーパーソンとして出てきたら怪しい人物で最後に成敗されるというまあ感じが多い人物なので、まあ、多分ラスボスだと思いますけど、もしかしたら別にラスボスがいて東堂は本丸では実はなかったよっていう可能性もゼロではないかなと。でも極めて低いとは思います。っていうのはやっぱり小勝負がずっと東堂を追って公正取引委員会でここまで仕事を熱心にしてきたわけなので、それが本丸じゃないっていう風になると、なんかいろいろとなんか本末転倒というか、物語のセオリーがうまくいかなくなって、なんか成立しないなと思いますので、多分東堂がラスボスで問題ないのかと。一応ね、来週の予告映像を見ると小勝負が東堂に土下座してるシーンがあるんですけども、教えてくださいみたいな感じで土下座していたので、その談合をもう意地でもとにかくそのもう要は阻止したいから頭を下げてでも談合を阻止しようとしているっていう感じなのかなというふうに私としては予想をしております。はい。で、まあチームが一枚岩になってる感じがあるので、最終章、まあ今回含めて3話で多分描かれることになりますけれども、まあ下手なこう変ななんか脱線とかもなく見れそうなんで、そこはいいなというふうに思いました。まあそれぞれの登場人物の過去っていうものは今までの単発のエピソードであるとかを含めの中でこう描かれてきたじゃないですか。まあ白熊の過去、六角の過去みたいな感じで描かれてきているので、まあそれらを含めた上で一枚岩になってるのは非常にいい感じですよね。今回もそのまあ要はまあ本庄事務次官、まあ、本庄審査官が刺されたっていうので、まあ、小勝負一人がこうそれに対して何クソと思ってんじゃなくて、みんな思ってんだよってことで小勝負に協力して、みんなでこうまた捜査をしたりとか、まあ捜査権を許可を捜査の許可を得てきたりとかってところもありましたので、その一枚岩の感じっていうのは最後まで見る上で非常に安心材料、ドラマとしてやっぱり一級品だなっていうふうに思いましたよね。で、まあその上で、もう最近さまざまな、前回の動画じゃない、前々回の動画とかでいただいたと思うんですけれども、まあこのドラマに対してドラマが面白い面白くないじゃなくて、私としては常に良いものだと思っていたんですけれども、競争を正しいものとする、競争しない談合をまあ悪とするっていうこの状態に対して、私はすごくいいドラマだと思っていて、弱者が競争のスタートラインにも立てないのが談合だから、だから談合は悪い、 だから独占禁止法であるとかそういったもので談合をこう潰していくっていう形になるわけなんですけれども、どうやらそういう意見じゃない方もいるんだなっていうふうには思いました。私はだから競争すると実力で勝負ができるのでいいものだなと思うんですけれども、まあ確かになって思ったのが、競争のスタートラインに立った時に競争が起きるってことは常に敗れ続ける人、敗者がそこに生まれるのも事実じゃないですか。っていうふうになると、競争っていうのは確かに酷だしシビアだしところがあるので、まあ確かに難しいところがありますよね。だから民主主義社会主義ってまでいくと話は言い過ぎかもしれないけれども、競争だけだとまあそれこそね、仕事一つ取ってもエリートに仕事ができる人もいれば仕事が苦手な人もいるわけなんで、そうなった時にそこで所得の格差ができるということで結果的に国が分断になったりとかってことを含めて、確かに競争一辺倒だとそういった問題っていうのも
まあ、含んではいるんだなと思ったので、まあ、その辺なんかさまざまなご意見を目にすることによって、私そこなんていうんだろうな、こう俯瞰して見ることができたのも良かったなと思います。もちろんその上で私は競争した上で、私も破れ続けてきた人間なので、私は比較的破れると、ま、あの何クソって思ってよりこう成長していくタイプなんで、競争は歓迎なタイプなんですけれども、そこにこういろんな意見があるのかなっていうふうに思いました。だからその社会主義とか談合とかまではいかなくても、ちゃんと分配されるようななんていうの、社会というかね、ちゃんと弱者に対してフォローがいく、あ、だから生活保護とかもちろんそこに入ると思うんだけども、まあ、それだけじゃなくて、もうちょっとこうフォローアップができるような心地よい社会っていうのも、確かにそれはそれで正解だなと思ったので、さまざまな反論意見とかもいただくことによって、なんかこれ鎌倉殿の13人もそうなんですけれども、私 YouTube を通していろいろな学びを、価値観をこう浴びさせていただいているので、まあそれも学びになっていて、私としては嬉しい限りで、ありがたい限りだなというふうに思いでございますという感じでございますかね。なので来週は最終回に向けての話の部分なので、ごたごたが続くと思います。なのでその上で突破口を見出して、さあ来週最終回よって感じに話進んでいくと思いますので、最後まで楽しく見ていければと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。